の道を極めん。して本当は投降する気じゃねえのか。あいつは道館で下ってきた新参だもんな。待たれよ宝徳殿。質疑を担ぎ打って出るとは何のおつもりか。無論自ら果てる道理はなし。これはそれがしの覚悟。死を厭わず己が本分を全うするべし。故に死を隣に置き望むのみ。覚悟受けたまわった。みんな機嫌を上げよ。ここにいるは不動不屈の強者のみ。団結して軍神関羽を打ち砕くのだ。遅くなったか。半城はどうなっている。半城におわせば宗神殿と宝徳殿必ずや持ちこたえておられるはず。しかしそれも我らの助けなしでは長くは持つまい。急ぐぞ。職などに慶州を譲るわけにはいかん。敵敵はすでに繁盛を包囲しているようだ。まずは繁盛の救援に向かう。このままでは一体に勝利を示すだけ。ならば一戦裏切り者と差し上げよう。修行の成果でしょか。勘の良い刃を交える。私たちの負の対をもって対さねば。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。救援感謝します。今度は一層奮起せねばなりませんな。無策で済まされる理由や。ここで奇襲とは。ご助勢感謝します。さあ我らで繁盛を守りましょうぞ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。その首もらい受ける。いざ。
宝石が一向にやまない。このままだと城が崩れてしまうんじゃ。武の髄を見よし。宝石などくだらん手を使いよって発露を開く。その勢い誰にも止められますまい。ダメだ、どうしようもねえ。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。はい、二足で済まされる意味がある。皆の者、動揺するでない。敵の思いつぼだぞ。無策で済まされる身分じゃない。近く
遊びよ。俺とその恨み、まんまとはめられたか。まだ諦めるわけにはいかない。制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。はい。
通さない。関安国。武の髄を見よ。参る。
んあん。で果てることに悔いはない。書こうとん曹操殿にさらばと。それがし、己が棺に覚悟を託さねば貴公に屈していたやもしれ。軍神官、貴公が戦に託した覚悟、とこしえに胸に刻もう。かたじけない。
じゃ。関雲長、お先に失礼つかまつる。